マスクを使って魚を泳がせてみましょう。切り抜く魚が映っている静止画を用意します。この時、なるべく魚が横を向いている方が良いでしょう。その静止画をトラック2に入れます。そして、レイアウターを開いてください。 レイアウターの位置と回転を使って動かしたい魚が中央で水平になるようにしてください。ビデオフィルターのマスクを入れます。マスクの設定をします。この時、マスクの設定ウィンドウはなるべく大きくしてください。画面の拡大率を調整してマスクが作りやすくします。 パスを作るペンで直線で構わないので大雑把に輪郭を作ります。曲線は後から補正します。一度 OK を押してマスクの作成画面から出ます。これをしておくと次に曲線を作っていく段階で失敗してもア n d o で元に戻すのが簡単です。マスクのコントロールポイント編集ツールで 先ほどの直線を曲線に変えて輪郭に合わせていきます。外側の不透明度を0%にしてエッジのソフトにチェックを入れます。そして数値は10にしてください。トラック1にカラーマットを入れます。これは魚を黒マキーで抜くための色です。魚自身の色に近い色は避けましょう。 このように、魚を切り抜くことができました。続いて、魚の尾を動かしましょう。トランジションの GPU の中にある詳細設定からピールを選びます。ピールとは、ページターンやロールダウンで画面転換するエフェクトです。この丸みが出る効果を使います。クリップの長さを5秒にして、 トランジションをクリップいっぱいまで伸ばします。ピールの設定をしましょう。ピクチャ反転にチェックを入れると魚が現れます。進捗の数値を変えて、魚の途中でめくれているようにしてください。角度を0度にして真横にめくれるようにします。タイムラインにある進捗のチェックボックスをチェックしてください。 そして、タイムライン上のどこでも構いませんので、魚の尻尾が一番曲がった状態になるように、進捗の数値を調整します。先頭と最後にあるキーフレームを削除します。先ほど作って残っているキーフレームを先頭に移動します。それをコピーして、1秒ごとに貼り付けます。 今度は15フレームのところに尻尾がほぼまっすぐになるように進捗を調整してキーフレームを作ります。それをコピーしてキーフレームの中間点に貼り付けます。動かして確認してみましょう。シーケンスを新しく作ってトラック2へ先ほどのシーケンスを入れます。レイアウターを開いて 背景の不透明度を100%にして背景の塗りつぶしカラーを先ほどメモしておいた色と同じにします位置と回転を使って魚の動きを作ります動かす方法がわからない方は YouTube でレイアウターの使い方を検索してください私が以前に作ったものが出てきます 動きを見てみましょう。背景をトラック1に入れて、魚の映像は好きなタイミングに移動します。クロマキーを魚の映像に使って合成します。クロマキーの調整は自動フィットでうまくいかない場合、自分で詳細設定をしなくてはならないこともあります。 これで完成しました。今回は直線的な動きですが、緩急をつけたり、回転で微妙な動きをつけるとさらに面白くなるでしょう。